はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。先日テレビでぐるナイのゴチバトルっていうので、綾瀬はるかさんですかね、花束を上手に花瓶に生ける方みたいな、そんなバトルをやっているのを見ました。花束を花瓶にうまく差し替えるのって難しい部分もあると思うので、今日は花束をいい感じに生け花にする方法をご紹介したいと思います。花束買ってきました。これで3000円でしたけど、ちょっと解体しましょう。花束の大きさに合わせて花瓶もやっぱりボリュームに合った花瓶ってのが必要で、大中小ぐらいね、あると実はいいんだよね。よいしょ。やっちゃいけない例としては、いきなりこうズドンとやると、いきなり刺すとこうなるよね。これね、やっぱりこの口元がやっぱり良くないですね。ここね、ここ、まあ、だからここを埋めるだけでもね、すごいいいかなと思いますけどね。ちょっとやってみましょう。横から見ると全部立ち上がってるというかね。これも前にだから出していくものを作るっていうことですよね。白いのはかすみ草ね。で、ピンクのバラと、これはトルコキキョウですね。あとこの赤い実、これはヒペリカム、ね、でこの黄色いのはオンシジウムですね。ユリが何気に入ってるというね。これはこのままで良さそうですね。この中で角度つけたいのはバラとヒペリカムかなっていう感じがします。これができるだけでだいぶこうね、取りますかね。これで前に来たもんね。で、後ろにもあってもいいですね。前、とにかく前意識、とにかく前ですね。生け花は横から見てる状態ね。これね、こういうカーブを作ってるとですね。前に来るよ、こう入ってくると。ここが前に来ただけでもだいぶ違うんじゃないですかね。今この実をここに持ってきたと。あとだからもうちょいですよね。バラとかももう少し傾けてもいいかなと思ってます。はい、次バラね。このバラだけはいいか、使うかと。これもね、横からね、どうこう見てあげるってことですよね。ここら辺にお花持ってきたよねってなったら、横から入れるんじゃなくて、こう正面からね、入れるといいですね。ちょっと穴を見つけてね、こうね。ここにお花が来てますけど、このここで止めてるってことですよね。そうするとこう前後が出てとてもいいと。いわゆる花瓶の底ね、そこまで刺すとこう立ち上がるよ。花瓶の底、そこまで全部入れようとしないってこと。特に前に傾けるのは途中で止めるってことですね。最後これは分解しましょうかね。葉っぱはね、葉っぱは背景に使うと。これ状態で完成でもいいんだけど、後ろに。塗りやすくする。こういろいろ入れていくと、またこう角度がなくなってしまうことがあるので、それは注意ですね。こう横に行きっぱなしじゃなくて、こうちょっと前に持ってくるとかね、こう長いやつがねっていう感じで整えていく感じですね。そうするとでもまとまりが出てきて、奥行きがあります。こんな感じでできるといいじゃないですかね。これ今真横から見てるんですね。前から後ろの魔法がすごいよね。後ろにも今葉っぱ入れましたけどね、前後をつける。で、特にこの実とお花をね、前に傾けましたよね。で、そもそももともとこれここら辺はいじってないですよね。ユリとかね、立ち上げて使うものと傾けて使うものを両方必要ってことね。全部傾きって言ってもさすがにね、
前のめりすぎちゃうのでバランスですね。最初全部立ち上がってたのを一部傾けさせたということですね。最初のとね比べるとどうちょっと違いが分かるかもしれないですけど、前にお花が来たと思います。このお花のねこう顎が見えちゃってたというかね、状態から前にこう迫ってくるようなね立体感のある感じになったんじゃないかなと思います。はい、ちょっとねリボンもつけてみましたけど、いけばなのアプローチとは違いますけどね、考え方は一緒ですね。お花を前に、ね、しっかり角度をつけるということですね。あとまあ背景を作るとかね一緒ですね、はい、本当にちょっとした工夫5本だけだよね。僕もね生け直したのが実は、あとはもうほぼそのままで綺麗になりますよね。この口元をねしっかりお花前向けてあげるってことですね。それやるだけでも全然違うんでね、皆さんお花束とかねもらうこと多いと思うので、ね、その際はぜひやってみていただければと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。